保険でプロテクトをご紹介いたします。皆様はもし万が一事故を起こした場合、ご自身のお車の価値を守る方法を知っていますか？今回はご自身のお車の資産をどのように守れるかをご紹介します。最近は地球温暖化の影響でゴルフボールぐらいの雹が降ってきたり、時にはソフトボールくらいの雹が降ってくることもあります。それは1個や2個であれば避けられる可能性はありますが、雹なので雨と一緒に大量に降ってくるのは当たり前のことです。ではもし雹が降ってきて天井にたくさんのくぼみができた場合、一般的な修理方法と弊社が推薦する修理方法と、どちらがお客様のお車の価値を守れるかを見比べてみましょう。事故による天災や損害があった場合の修理方法の違いによる損害額と査定額の比較事例をご紹介します。まずディーラーで修理した場合、想定損害額は160万円です。屋根を切って新しいものに交換します。作業の手間は少なく、保険から修理代金の支払いがありますので、売上増が見込め、かつ仕上がりは綺麗なので、ディーラーにとっては選択しやすい方法での修理となります。メリットとしましては、ルーフ、屋根が新しくなります。デメリットとしましては、修復歴は大になり、価値が著しく下がります。それでは 100% 新車間で修理した場合です。想定損害額は20万円です。デントリペアの手法により、雹による損害で生じたへこみを引っ張り出し、元の状態に修復します。ルーフごとに交換したり、パテでへこみを埋めたりすることは一切ありません。お車の価値を守る方法で修理をいたします。メリットといたしましては、修復歴になりません。価値も落としません。デメリットは一切ございません。最後に買取金額です。ディーラーで修理をした場合、買取金額は270万円です。 100% 新車間で修理をした場合、買取金額は390万円です。その差額はなんと120万円になります。お客様の大切な資産であるお車を保険面からもしっかりとお守りいたします。ぜひ私たち 100% 新車間にお任せください。